白木のイービツイービツは、炊き上がった飯を釜から移し入れておくための筆である。お筆、お鉢などとも言う。多くは、木製で、白木や漆器のものがある。蓋の形状によって、爪筆、乗せ筆、かぶせ筆がある。江戸筆は、蓋の外形が筆の外形より大きく、蓋が筆にかぶさる。地筆は、蓋と筆の外形がほぼ同じで蓋が筆の上に乗る。爪筆は、 蓋の外形と筆の内径が同じで蓋が筆の中に入る。新しいものは木肌が慣れないため、木の甲が飯に移ることがある。木の甲を抜くには、熱湯を満たしてその中に少量の酢を加えるということを数回繰り返せばよい。現代では、イービツは白木が適度に炊けたご飯の余分な水分を吸収し、蓋から水滴が落ちて、 食味を損ねることを防げる利点があることから、料亭や寿司屋などで徴用されるほか、飲食店や旅館などで客がご飯を命名で取り分ける用途に泊まり、家庭用から業務用に至るまで電熱線で保温する機能をつけた金属製の保温ジャーや保温機能付き炊飯器にとって変わられ、手入れの面倒ないいびつは敬遠されるようになった。藁でできたおひつ入れというものもある。 保温性と通気性に優れる。ありがとうございます。